果です。よし、これちっちゃいやつだと手開きで結構全部いけるんですけど、少し大きいやつだとね、これ 800g ぐらいありますけど、ちょっと包丁入れた方がさばきやすいです。うまい料理人がこれ背中からやってたんでね、頭か、自分がいつも噴射口の逆側から切っていくんですけど、今回はちょっとこっち側からやってみます。これね、頭から切るとこれが綺麗に外れます。よいしょ、ちょっと炭袋が破けてる。でね、上の部分を綺麗にそのまま引っ張ると内臓ごと剥がれます。で、こんな感じね。いつも言ってる大事な一番危険な炭袋がここ、これね、この炭袋、これをきれいに外してあげると処理が楽ちんです。これね、きれいな色してますけど中に炭がたっぷり詰まってます。イカ炭パスタとかね、それ他の料理に使うときはこれをぶち込んでやればいいんですけど、今はこれをこのまま捨ててしまいます。これね、内側の身のこう細い取っていくと1枚小さな薄い膜があるんですよね。それをきれいに取ってやると食感もすごい良くなります。これね、こういうところに薄い皮が見えないかな、こういう薄い皮を取ってやると、そのアオリイカの高級感がさらに高まると思います。料理は下処理ですからね、やっぱりね、こういう細かい作業を怠らないと、怠らずにうまくこなしてやると美味しさが倍増するってもんです。よいしょ、まあこんな感じで、でね、これ内側エンペラが ここにエンペラがついてるんですけど、ここに指を突っ込んで引っ張ってやると、これで指を突っ込んでやると、これ切れないから皮が外れます。ここで、これを上からこう剥がしてやると、きれいに身と皮が外れます。こちらエンペラ側の皮もね、よいしょ、指を使ってきれいに剥がれるんで、よいしょ、もちろん滑るんでね、キッチンペーパーとか使うと、まあ、やりやすいかもしれないですね。
皮も綺麗に剥げます。まあね、皮がついてもね、焼いてしまえばそのまま問題なく食べられるんですけど、まあ一応ね、皮がない方が食感が良かったりします。よいしょ。あれ一応高級食材ですからね、その高級感を、ね、最大限に生かしてあげるのがいいと思います。イカの身のね、上と下上下はねちょっと硬いんで、こうやって落としてやるといいですね。この落としたやつはもうそのまま焼いてしまえば食べられます。こんな感じで、目の下でカットします。でこれカットしてあげると、これくちばしね、これここはチームなのでしっかり身を取ってください。硬いくちばしを取れば、こういう丸い身が取れます。まあ、この後ね、足は適当に切ってもらって、